はい、皆さんこんばんにちは、さとけんです。今回はアイドリッシュセブンのナギですね、ロクヤナギくん作っていこうと思います。ベースはこちらのゴールドの金髪のウィッグを使っていきます。ナギも先月のソウちゃんと一緒で色がありましたので、基本はカットとセットでやっていきます。初っ端から余談ですけど、黄色い T シャツ着てるとどうしても24時間テレビ感がすごいですね。はじめにつむじの位置を動かしていきます。ナギのつむじの位置は左目の上でちょっと前側にありますね。あんまり後ろにあると髪型的にバランス取りづらくなるので、つむじの位置をしっかり変えてから作っていくといいかなと思います。動かし終わるとこんな感じになってます。ナギの髪型は比較的、まあアイドリッシュ7の中だったらわりかし普通というかナチュラルめなんですけど、前髪の生え際だけちょっとだけんっていうのがありますので、そこだけ最後やっていこうかなと思います。カットはまず襟足から切っていきます。斜めに持ってしっかりめに段を入れていきます。あんまり短くしすぎちゃうとちょっとなぎっぽさがなくなってしまうので気をつけてください。で、横は前下がり気味に切りたいので、この位置、本当の落ちる位置じゃなくて少し後ろに引いた状態で段を入れてカットすると前下がりに切ることができます。パッと見前下がりっぽくは見えないとは思うんですが、もみあげ以外のところが全部耳にかかってる髪型なので、前が長く残ってないとかけられなくなっちゃうので、しっかり長めに残して両サイドとも切っておきます。前髪を切っていきます。長さの目安は、まあ、鼻にかかってるかなっていう感じですね。目よりは下に行っていたいので、このぐらい残しておきます。顔の横の髪が短くなりすぎないようにちょっと斜めに引いた状態で前髪より少し長く残しておきます。反対側も同じように斜めに持って切っておきます。カミングアウトすると、実はナギの誕生日を勘違いしてて来週だと思ってて、で気づいて、あ、やべって思って作ってたので、これ昨日と今朝ですね。なんで誕生日当日に作ったナギくんでございます。トップの髪を短くしておきます。つむじのところを長さ短いのを作ったら、そこに集めてくるようにかなり斜めに引いた状態で段を入れて切っていきます。表面以外の髪はそんなに短くなくていいので、まあ、特に前髪と横の毛ですねが切りすぎないように気をつけて切っておきます。長さを切り終わったので、すきばさみで髪の量を調節していきます。結構すっきりしていたいというか、もっさりしてるとなんかちょっとなぎっぽくなくなってしまうので、割と軽めにしちゃって大丈夫かなと思います。ついこの間、アニメの3期の先行のやつですね、アーカイブで視聴したんですけれど、まあ、僕アプリ追ってないのでアニメでしか見てないんですけれど、ナギのAre you happy? はイケメンすぎましたね。かっこいいですね、あれ。チョップカットまで切り終わるとこんな感じになっております。後ろにチラチラ映ってるコッカオーナーのポスターはうちのガッハークが描いてくれました。ナギの髪型、最初にお伝えした通り、そんなに難しくないというかナチュラルな髪型なんですけれど、アイナナキャラ特有の何か謎な毛流れのところがやっぱりありまして、それがこの前髪の部分、特にこの左側の部分なんですけれど、耳の上までは普通に後ろに流せば大丈夫なんですが、前髪の分け目のところ、境目のところはちょっと下まで掘り進むというか、前髪の下までこの横に流してるのがあって、上からかぶせてくるような感じにするとなぎっぽさが出るんじゃないかなと思いまして、今回そんな感じに作ってます。後でセットの時にもまた説明しようかなと思います。で、今回使ってるウィッグがもともとウルフのウィッグを使っているので、チートじゃないんですけど、もうちょっと外派手してるんですよね、最初から。なのでアイロン入れてる部分がそんなにたくさんないんですけれども、ところどころ外に跳ねているところとか、あとは根元がかなりふわっと立ち上がってるところが多いので、しっかりそこをアイロンを使って形をつけていきます。
アイロン後の毛束は熱いので火傷しないように気をつけてください。材料のウィッグにもよるかと思いますが、結構根元潰れちゃうと髪型いい感じになりづらいので、しっかりふわっと動きをつけてあげるといいかなと思います。アイロン綿なぎがこんな感じです。スタイリング剤をつけていきます。ワックスはいつものアリミの面のハードバームを使っていきます。金光図でポスター印刷した時にサイズ感が全然分かってなくて、なんか勢いで A1 で印刷してしまったらものすごいでかいですね。美容室の鏡並みに大きいポスターになっちゃった。髪の毛セットするときはなるべく下側からやってあげるといいかなと思います。後ろはなんとなくこうイケメンな髪の動きを作ってあげたらいいかなと思って、そんな感じを作ってます。でサイドですね、ここは耳にかけてますのでタイトめに留めていくといいと思います。今回生え際のパーツもつけるか正直悩んだんですけれど、案外なぎの髪型だったらなくてもできるかなと思います。コームのテールとかでこう凹凸というかちょっとジグザグをつけてあげるとなぎの毛流れっぽくなっていたので、まあ、十分いけるかなと思います。内側をしっかり耳にかけたら、表面の毛をまた別の毛流れで重ねて作っていきます。このあたりしっかり上と下で立体感出るように作ってあげるといい感じになるのかなと思います。前髪の細かいところを作っていきます。多分長さまだちょっと長いところあるはずなので、若干微調整しつつ根元が潰れないようにしっかりふわっとさせて、ちょっと丸い感じを作っていきます。この下の毛でおでこちょっと浮いてる感じがなぎっぽくなるかなと思いますので、それが大事かなと思っています。長いところはまた微調整して切っています。右サイドもちょっとだけ毛を上から重ねてくるような作り方になっていると、まあよりそれっぽくなるのかなと思います。てっぺんの部分は長さ調節して、跳ね方少し変えてランダムにしてあげるとよりいいんじゃないかなと思います。さすがに朝早く起きて作業していたので、なんだかさっきからナチュラルに片言になってきているんですけれど、動画アップしたら帰って寝ます。これやっぱりいつもアイナナキャラありますね。内側に入る毛束を作っておいて細かいところを整えたらこれで完成です。はい、ということでアイドリッシュセブンの六夜なぎの髪型が完成いたしました。次は7月なのでりっくんと、まあ、てんてんも一緒ですね。なので来月はその2人になるかと思います。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録してまた見に来てください。それでは。